クズリュウ神社。ここからは西部グループになるんです。いざ、クズリュウ神社。ホテルだね。これザ・プリンスがね。この辺だけで楽しめるよね。この辺をねやってんだよ。全然わからん。あ、これやっと連れてきた。こういう急の森もうあの営業9時から5時。龍神神山セグウェイ実験区間もう倒産したんじゃない。箱根園から九頭竜本がやっぱ下がるね。ここまで来ると あ、ワカサギついてただけ釣ってる人いるね、うん、綺麗神秘的な。さあ今9時半ぐらい。まだなんか霧が。箱根九頭竜のセラピーロードと九頭竜に向かってんだけど合ってんのか。15、6分20分近くはねえ、そう苔でございます。九頭竜の森入り口。白竜もこっちにある。白竜あ、こ、外、こっちからじゃないの。あ、すごい、綺麗だけど、あの白竜さっき行ってみる、うん、あれ、うん、なんか不思議な木を発見。かわいい。本当は月の13日に1回、月に2回ぐらいできるらしいですね。船で。船で。九頭竜神社かけてる。九頭竜神社、右下。右下にちょっと行ってる。家みたいなやつはなんだね。ねえ、家何これ。あ、ビラみたいなのがあるのかね。別荘地なのかね。うん、この中にじゃあ、ベースで貸してか別荘、ビラ。うん、ビラ、ね。貸し切りの一棟のやつがある。うちは今日九頭竜の森貸し切っといたよ。600円で全然来た。足の子が、うん、綺麗、うん、もうこれ紅葉と足の子ちょっと綺麗かも。なんかえ、あれあれもあれかね、泊まるとこか。あれお部屋か。あれもセレブの鳥居が見えてきたけど、木であんまりまだ見えない。見えないかな、この画像じゃ。さあ、来られる方は気をつけて歩いてください。うん、上に行っていいよ。わあ、すごい、ギリギリまで行けるぞこれ。お、さっきの鳥居だこれ。
釣りしてる人がいるね。海賊船も動いてるんだね。で、あれでもう10分ぐらいであの人たちは帰っちゃうな。セレブ移動だ、すごいな。あれ買っとけばよかったんだね。